ありがとうございます。アンジャラモンスターさん、ユキさん、ありがとうございます。メガパッチ、そうなんですよ。お話し会申し込みました。ありがとうございます。やった。いいか、そう。試験マシンさん、坪井祐介さん、涼介さん、ありがとうございます。そういうとこあるよね。好きなイメージあり、好きです、とても。おはよう。1枠申し込んだ、ありがとう。こちらでお話し会申し込みました。いえ、話し会もパネルも申し込んだ、当たるかな。ありがとうございます。でパネルいいよね。坪井祐介さん、キョンシーさん、デサイザーハートさん、ユウくんさん、カズくんさん、ありがとうございます。パネルってちょっといいよね。いい感じそう。誕生日おめでとう、直接言えるからワクワクね。一番生まれてきた中で一番多くの方に直接なんて言ったらおめでとうって、まあ、直接じゃない、半直接顔を見ると思うから、半直接おめでとうって言ってもらう、あの確率が一、ん、人生で一番半直接おめでとうって言ってもらえる日になりそう。キョンシーさん、スーパーアリちゃん号の人さん、坪井祐介さん、ありがとう。欲しいから抽選申し込みしました。お、ありがとう。ジャケ見た、そうね、ジャケ写いいですよね。なんかみんなで集まって撮るみたいな感じのジャケ写がさ、今まで多かったから、多かったっていうか、暗闇風を待つ大好きな人、無謀、全部そうだったか、だったから、あの一人ずつの撮影が初めてで、新鮮でしたね。夏希さん、アモズさん、ありがとうございます。デブニアさん、ありがとうございます。ズームで知らんかね、そうじゃないかな。セリアさん、ありがとうございます。みんな可愛く撮ってるね。皆さんチェキ会どんなものが欲しいですか？ズームじゃないっぽい。そうなの？夏木さん、今日誕生日。あ、待って、センスをね、センスが取り替えてなかった。センス取ってきますね。
つからんかった。待って、私が演奏するわ。夏木さん、お誕生日おめでとうございます。よーよよいしょ。夏木さん、お誕生日おめでとう。およよよいしょ。夏木さん、おめでとう。おめでとうございます。ありゃ、もっと気まぐれセンスになりました。いや、でもないと思う。お、治った。治った。おはよう。暑いから調子悪いんじゃない。確かに確かにそうかも。暑いよね。レブニャンさん、ありがとうね。お、マサジさん、誕生日おめでとうございます。よよいしょ。マサジさん、おめでとうね。おめでとうございます。頑張り始めた。センスが、そう、どんなチェキが欲しいですか。電池交換する系のやつじゃないです、これ。紙でできてるし。みんなバラバラだ。そりゃそうか。ここは多分切って貼り付けてみたいな。本当はここに入ってるから、表面が。大変。モヒカンのダイナソーさん、ありがとう。それはボタンじゃない。でもここ以外入ってそうなとこない。あれ、ここ分からんな。後ろ姿でもか。うざいもん。それはそうやって言ってくださる方に当たったらいいけど、なんじゃこりゃってなるかと言いそう。ボタン電池。
今売ってないよね。ふーちゃん ST ポーズをコンプリートしてくれって言ってた。 STU ってこと？チェキ漏れるかしら。夏木さんありがとう。当日はノースリーブなの。それは決まってないけどね。チェキは漏れないからよき。なんで？漏りたいじゃん。振り返りは確実に欲しい。ベースの裏にボタン電池の注意書きあるから取れそうな雰囲気ある。いや取れはせんじゃろ。簡単に取れるから、ちっちゃい子が食べたら危ないから、だから交換するようなもんじゃないよね、こういうの。申し込みしてないの？素材本来の味を味わえる。服何着かの方がいいのかな。チェキに書く時間もあまりないからね。やっぱそうよね。スケモンさん、ゆきさん、ありがとうございます。確かに元々誕生日の人に送るメッセージカードだからって考えたら、すんごいたくさん使われたセンスになりましたね。ルーさん、ありがとう。服変えた方がいいと思いますか？はい、仕事行きます。またね。いってらっしゃい。見たさに配信見てる感はある。本当？チェキ会の途中で衣装チェンジってこと？うん、チェキの写真を2種類の衣装でみたいな。2種類というか何種類か。
通ってる高校が高校野球の準々決勝に出て10対6で勝った。おめでとう。いい試合ですだったんですね。ゆういちろうさん、ノットシャルルルクレルさん、ありがとう。おはよう。それでは仕事行ってまいる。行ってらったーい。はい。どんな服にしよっかな。さん、ありがとう。坪井祐介さん、大月上島の患者さん、ありがとう。お話し会申し込んだお、ありがとう。今度お、チェキちゃんと支払いできて泣いた。よかった。おはよう。キョンシーさん、ありがとうございます。なかなか難しいですよね。同じポーズ作らないってしようとしてるけど、ね、だからどうしよう。MV もそうだけど、未知の勝負服は総柄のイメージ。本当ゆきかぜさん、ありがとう。首の角度が0度から90度。0、1、2、3、4、5。なんだ、しんど。はよ、ちっちゃい時変わってた。おはよう。かわいい。ドキドキ。ドキドキですわね。ギター着飛ばしてそう。そんな足長くないよ。
大崎上島のカズさん、ありがとうございます。アトムちゃんさん、ありがとうございます。かわいい職場かわいい。何してた？今？寄っただけです。カレンダーが7月のままだ。うわ、かわいい。8月、かわいい。ワイはマッスルポーズかぶりっこポーズが欲しい。すごい振り幅やね。日本の夏ってなんか好き。海外の夏知らんけど。おもろい。名前のくせよ。大月上島のカズさん、ありがとう。またね。かわいい。もう全身写ってるのとさ、顔が近いとかさ、だったらさ、顔が近い方がさ、あれなのか、いいよね。全身図がいい人もいる。まっ、すごい枚数あるから、難しいですね。
57分。そう、当たったのが雪風さん、ありがとう。300枚なの？楽しみですね、楽しみですね。後ろのリラックマじゃないっていつもリラックマって言われる。リラックマじゃないです、これはね、ショールームのクマちゃんです。うん、もっとあるって聞きました。だからすんごい数のポーズ用意しなきゃ。これはショールームのクマちゃんですよ。リラックマでジャッキーっぽい、確かに。うん。昨日2期生の子がチェキにキスしてた。レイカちゃんって昨日コメントに書いてあったけど、どっかな。レイカちゃんの。なんだっけ、CD のジャケ写すごいめっちゃ綺麗だった。ウィンクすごい。レイカちゃんのキャラ好きですね。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位ライザンさん、12位ソウさん、11位ライチさん、10位ネテルさん、9位ノットシャルルルクレーデさん、8位リョウスケさん、7位ブルーさん、6位アモズさん、5位ダダダダムロさん、4位セリアさん、3位キョンシーさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はドゥルルルジャン、ユキさんでした。ありがとうございます。これ今変わってないよね、壇上。え、壇上今変わった？13位大地さん、12位マサジさん、11位モモルンさんぐらいか。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22はルルルンジャジャン、チョミさん、ありがとう、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトルブ、せーの、レディレディ、またねー。